Hi, I'm Janet, and we are on the road to Asia Film Awards. 我们一起向亚洲电影大奖出发。In Japanese cinema, the theme of family is very important. From early classics such as Tokyo Story to present day Tokyo Tower, Mom and Me, and sometimes Dad, and I Wish, they all reveal contemporary Japanese family concerns. まあ、家族が大切である。子供は家族の中で成長していくということは世界中どこの国でもどこの民族でも同じことだと思いますよね。日本の場合その映画日本の映画はその家族を物語るということがとても多いというのは事実かもしれませんね。なぜかっていうと多分日本のこのなんていうかなんか日本の建物日本の家の構造が映画を作るのにとてもふさわしかったんじゃないかな。幻の夫が戦死してその弟とも結婚して1900年代の頭から1950年代ぐらいまでにかけての日本人の暮らしっていうのは壁がないから家の外と表がほとんどこうつながってるっていうかそれから家の中の仕切りも外せばみんな一つの部屋になっちゃうっていうかそういう中で日本人は暮らしてきたからね。50年ぐらい前までは日本人はみんな畳に座ってたんですね。座って暮らしてたの。でそれが腰掛けになってきてこのところで日本人の生活暮らし方に大きな革命が起きたんじゃないのかな。そういう前向きな話になったのは僕が考えたというよりは主人公になった兄弟がそういう前向き感を持っていたのでそこに僕の暗さが引っ張られたんだと思いますけど。誰も知らない作った時には主人公の少年に自分が寄り添って作ってるから彼が経験した悲しみだったり、経験したであろう喜びだったりっていうのに寄り添おうと思って作ってるんだけど今回やっぱり僕がもう年齢的に今年50歳になるんですけど初めてすれ違った時にそれを見た人は願いが叶うんだよ。ほんまにそういう家族ってものを考えた時に僕が年を重ねていって家族の中でのポジションがこう変化してってるからね息子から今父親に息子から最初まあ夫になって父親になってってそういうこう変化していくと家族ってものの見え方がやっぱり変わってくるからその変わってきたことが作品にこう反映させていけるっていうのがすごく面白い。なるほど、父さんがおらんかったといつでも相談に来い。家族を作るためには国の政策も優しくなきゃいけないってことですね。だから家族関係を犠牲にして国が繁栄するというようなことでは絶対不幸せ行く先は不幸その国全体が不幸せになると僕は思ってます。Under the influence of advanced technologies, relationships between family members is an issue that cannot be ignored. Movies with the family theme not only provide us with the opportunity to view our own social situations, they also present the audience with different choices.